いっぱい休んだな。早速会場に向かおうぜ。他のみんなはどんな詩を書くんだろうな。すっごく楽しみだぞ。ちょ、あれ、なんだか人が減ってる気がしないか。二人ともおはよう。ゆくあきは真剣に詩を書きたいとかで少し遅れてくるそうだ。ノエル先輩も今日は他の任務があるらしく、待たずに始めてよいとのことでした。しょうがないな。じゃあカリロエのやつは、あいつも来てないのか。私は結構早く来てたけど見かけてないよ。青い髪の女性だろ。朝方修行していた時、敵火州に近い橋で見かけたんだ。少し落ち込んでいるみたいだったから声はかけられなかったんだが。落ち込んでる？どうしよう。まさか昨日オイラたちが間違ったことでも言っちゃったのかな。ちょっと心配だぞ。僕も賛成です。もしカリロエさんが何か困っているのでしたらお役に立ちたいですから。みんな行くの？じゃあ私も一緒に行く。ではまず橋の近くから探そうか。みんな早めに会場入りしたからまだ少し時間があるはずだ。うん、さっさと済ませてすぐ戻ろうぜ。あれ、ここは昨日僕たちがカリロエさんとお会いした場所です。その時もカリロエさんは何か思い悩んでいらっしゃる様子でしたが。オイラたちが葉っぱを流したところもこっからそう遠くないぜ。葉っぱですか。そういえば昨日は追加に夢中で行ってなかったな。そんなことがあったのですね。ふと思ったのですが、カリロエさんがその葉っぱを流したという可能性はありますでしょうか。お？なんでだ？あ、ごめんなさい。特に根拠はなくて、ただの憶測なんですが。
あの時のカリロエさんの悲しげな様子が、その詩にある雰囲気に似ていたように感じて。そうだな、言われてみればここも上流だ。あ、あれ見て、あっちあっち、また葉っぱだよ。あ、本当だ。しかもまたまた字が書いてあるぞ。早く追いかけようぜ。パイも飛んで拾ってこれないの？でもオイラ泳げないし、うっかり水に落ちちゃったら。ちょいざ。止まった。今だ。字は読めそうですか？滲んでしまっていませんか？まだ読めるぞ。どれどれ。あれ？この内容、昨日返事した詩と関係あるように見えないか？きっとオイラたちが流した葉っぱを拾ったんだ。泉、少年。見た感じカリロエが書いたってのも間違いじゃないかもな。本当にあの物語が気になってるのね。実を言うとさ、最初にカリロエを見た時から思ってたんだけど、あいつってもしかして。水の流れに風の影響を加味すると。皆さん、僕についてきてください。
いぶ上流に来ました。手分けして探しましょう。カリロエ、カリロエ。と、はっ、ふっ、逃げ道はありません。行け。あの日見た人ではない何かじゃないか。あれ、どうして皆さん私のことをそんな風に見つめるの。あ、もしかして私の姿が。この声は確かにカリロエさんですね。どうしてこんなことに。ちょっと待ってて。うん、思ったより早く消耗しちゃったのかな。これは一体どういうことだ。ひょっとしてカリロエさんは仙人にまつわる何かなのか。いいえ、ずっと黙っていてごめんなさい。私は遠い昔にフォンテーヌから流浪してきた純粋精霊。純粋精霊。大団長から聞いたことがあります。フォンテーヌ、先代水神の眷属であり、先代水神の逝去を受けてフォンテーヌを離れ各国へと散っていったという。その通り。でも正直なところ、私は自分がどうやってここにたどり着いたのかさえうろ覚えなの。故郷の景色ならおぼろげに脳裏に残っているけど、道中の光景はどうしても曖昧で。モンドに着いた当初のことも、力の大部分を失ったせいで安定した実態すら維持できなかったことしか覚えていないわ。最終的に私は清泉町というところにとどまり、少しずつ力を回復していくことにした。そこは静かで綺麗なところで、水も透き通っていて純粋だった。あの場所に住んでいた人たちの心と同じくらい。あなたが清泉町の泉の精霊だったわけ。そうよ、ディオナ。あなたのことを覚えてるわ。小さい頃、夜中によく泉のそばまで来て、私に話しかけてたでしょ。本当に？私のこと、騙そうとしてにゃんよね。僕はてっきり、清泉町の伝説に過ぎないとばかり。あなたのお気に入りだった、お魚の抱き枕。バブルスっていう名前だったわね。その通りにゃ。小さい頃のあれは夢じゃなかったんだ。ってことは、葉っぱに書いてあったのって。そういうことだったのね。私が流した葉を拾ったのは
あなたたちだったの。ええ、清泉の心に書かれた泉の精霊とはまさにこの私のこと。通りであれだけ気にしてたわけだ。じゃあ物語の男の子って？フィンチのことよ。昔からずっと私は人々の夢の話を聞くのが好きだった。美しいもの、悲しいもの、それに当時の私では理解できなかった感情に満ち溢れたもの。ある夜にとある男の子が泉に来てくれた。その涙はどんな月光よりも儚く、どんな梅雨の玉よりも純粋なものだった。私は人間が好きで、彼らのことをもっと知りたいと思っていた。それにあの涙に秘められていた私がまだ知らない感情の正体を知りたかったの。ええ、星空の下で会おうと約束を交わし、いつも互いに自分の物語を分かち合っていた。時には勝負もしたわ。どちらが先に梢で最初に鳴く鳥の声を聞けるか、夏のセミが初めて鳴く音を聞き分けられるか、そんなことを夜通し。わあ、なんだかいいな。でもその後のことは本に書いてある通り、当時私はフィンチの目から答えることのできない感情を読み取ったの。純粋精霊の運命は人間と異なると私はよく知っていた。自分の鈍感さのせいでフィンチに将来後悔の物語を書かせてしまうのは嫌だったの。だから私は逃げた。二度と彼の前に現れないように。カリロエ、私の力の回復が遅いから何十年が過ぎた今になっても実体を維持できるのはほんのわずかな間。かつてはフィンチが前へと進んで夜空の星々が全て消える時、私と再会してくれることを望んだ時もあった。でもこれほど多くの物語を見た今、これほど多くの夢を見た今、少しずつだけど私はフィンチの気持ちが理解できるようになった。この彼に応えたいという気持ちが胸に絶えず込み上げてきて、もう抑えられそうにないの。でも私は同時に恐れてもいる。今彼に会ったとして、もたらせるのは失望と離れざるを得ないという苦痛だけなのではと。おお、本当に難しい選択だよな。どうかあの人に会いに行ってくださいませんか。え？僕はフィンチおじいさんのことを知っています。とても優しい人なんです。測量のことを学んだばかりで困難続きだった僕をよく励ましてくれました。気を落とさずに、またやってみよう、もっと冒険してみようと言ってくれたんです。それに彼はよく昔話をしてくれましたが、残念そうな表情や悲しみ、後悔の類を一度だって見せたことはありませんでした。それにあれほど冒険好きなフィンチおじいさんが今でも毎日水辺に佇んでいるんです。まるで何かを待ち続けているように。僕は信じています。フィンチおじいさんがカリロエさんへの思いを大切にしていることを。いつの日かまたあなたと再会できるのを待ち望んでいることを。あなたもフ
フィンチおじいさんに会いたいと思ったのなら、もう迷うことなんてないじゃありませんか。え、つい興奮してしまって、ただこのことは絶対に言わないといけない気がしまして。わかったわ。そしてもう決めた。帰ってフィンチに会ってみるわ。本当ですか？それは良かったですけれど、皆さんに協力してほしいことが。おう、何でも言え。どんなことでも大丈夫だぜ。私と一緒に清泉町に行ってフィンチを私のところまで連れてきてくれる？実態を維持できるのももう長くないから。他の人にさっきのような姿を見られてしまうのは。任せて。私フィンチおじいちゃんとは昔から知り合いなんだから。それとどうか私とフィンチのためにこのことを秘密にしてほしい。清泉町の水が騒がしくなってしまうのは本望ではないから。ああ、僕も秘密にすると誓う。カリロエさん、僕も約束します。ええ、皆さん本当にありがとう。どうしたんだ？もう大きな水の玉に戻っちゃいそうなのか？いいえ、どうか私の迷いを許して。決断はしたものの、心の内をうまく伝えられるかどうか考えたらまた。し、わかった。ピンチのために詩を書くわ。お題は、そうね、清泉の心としましょう。大丈夫ですか？まだ大丈夫。ただ今の状態を維持するのはもう難しいかも。じゃあカリロエはここで待ってて。すぐフィンチおじいちゃんを連れてくるから。慌てないでディオナ。フィンチだってもう年なんだから、あまり歩かせたらかわいそうよ。私はまだ耐えられる。わかった。でももう少しの辛抱だから。カリロエさん、大丈夫ですか？僕の手でよければいつでもお貸しできますから。オイラに寄りかかってもいいからな。皆さんありがとう。
と、ディオナではないか。今日は随分と早かったな。今日はちょっと事情があって、おじいちゃん、ちょっと私と来てくれる？おや、どこへ行くのかね。すぐそこ、滝のあたりだよ。ディオナ、狩りの成果でも見せてくれるのか？もう、ついてきてってば。すっごくすっごく大事なことなんだから。だが俺は、お前さんの父さんと戦略があってな。ピンチおじいちゃんってば。ああ、わかったわかった。そうせかすんじゃない、ついていってやるから。うん、ほら、手を貸してあげる。やれやれ、まさしくドゥラフの娘だな。こうなると父親そっくりだ。こっちだよ、フィンチおじいちゃん。ゆっくりでいいからね。おや、これは一体、みんな集まってどうしたんだ？ミカまでいるのか。最近どうだ？仕事の方はうまくいっているかい？それに外国の方もいるようだな。俺はまだボケてはいないつもりだが、今日は俺の誕生日だったろうか。フィンチおじいさん、はじめまして。僕はチョウン。皆さんとはシーカ大会で知り合ったんだ。そしてこちらはフィンチ。この声はカリロエ。まさか、まだ覚えてくれていたの？覚えてるさ。覚えてるとも、忘れられるはずないだろう。だが、あの時のお前さんとは少々変わったように見えるな。当時はまるでおとぎ話から飛び出してきたような感じだったが、おっと、何を言っておるんだ。おとぎ話の精霊なら、どんな姿でもおかしくはないな。こんなに時間が経ったのに、相変わらずあなたは私を笑顔にさせるのが上手だわ。お前さんが夜しか姿を現してくれなかったものだから、俺は全て夢だったんじゃないかと疑っていたんだぞ。とても長い間待たせてごめんなさい、フィンチ。長くない、長くないさ。あっという間のことだったからな。フィンチ、あなたのために詩を書いたの、聞いてくれる？詩？お前さんが詩を書いたのかい？もちろん聞こう。お前さんの言葉なら何でも喜んで聞くとも。では、これから読み聞かせるのは、泉の精霊の物語。遥か彼方より来たりし我は、山河をしとねに四季で装う。よりどころとなる花園探し、銀舎の月光共に漂う。歩みを止めよ、風と聖戦がささやいた。
休みましょう。あなたは旅路に疲れている。たゆたいましょう。あなたに落花を飾ってあげる。朝は渓流に接近を奏で、夜は夢路に下水を聞く。少年の涙がさざ波となり、星のもといかなる声より甘美に響く。彼は過去と未来を満載の果敢に織り、我はその褒章に夢の境界を溶かす。見よ、その目から溢れ出る愛を答えよう。夢の覚めぬ間に、猫と蛍が我をせかすも、人の調べを介さぬ我がいかにそれと調和できよう。渓流と無双が海へと流れ、象徴が水面をつく種湯に聖画のもと、少年の髪筋は白くなる。我は早漏としつつも人の一切を学び、脆い雲をつなぎ柔らかな詩にした。種は土に憧れ、木には太陽を追いかける。かつての曖昧だった調べが心に流れる。聞けばそれはずっとあなたの名を呼んでいたのだ。我が夢をあなたに。あなたの夜が聖戦のように甘美であるように、我が心をあなたに。この遅れてきた約束をどうか受け取って。そうだ、これがお前さんも初めて目にした時の姿だ。本当に長い時間が過ぎたんだな。ピンチ、私は。分かっているよ。お前さんの死が全て教えてくれた。ありがとう、ピンチ。どうかこれを受け取って。とても綺麗だな。私の力を凝縮した一粒の雫よ。ピンチ、私は人間のように実体を持つことができないから、あなたの隣にはいてあげられない。次に人間の体に変われるのがいつになるのかもわからない。でもあなたがこの雫を持っている限り、私たちの心はずっとつながっていられる。たとえどれだけ距離があっても、私は永遠に清泉と共にある。これからも私を呼んでくれるのなら、夢でまた会いましょう。こんなのロマンチックすぎるだろう。お前さん、本当にいろんなことを覚えたんだな。まったく子供たちがまだ見ているのに。